では、コンデンサーの直列つなぎの場合を考えましょう。これらのコンデンサーを、このように、直列につなぎます。それに、V ボルトの電圧をかけます。それぞれに蓄えられる電荷の量はいくらになるでしょうか。ちょっと困ってしまいますよね。この場合、それぞれのコンデンサーにかかる電圧がわかりません。よって、この式を使おうにも、代入する電圧がわからないので、直接、電荷を求めることができないのです。でも、次のように考えることができます。今、10V の電圧をかけたときに、仮に、このコンデンサーの、こっちの電極に、プラス Q1Cの電荷が溜まったとします。この電荷は、電源装置から流れ込んできたものです。すると、この図でわかるように、電気力線が、すべてこっちの電極に届いているはずですので、こっちには、マイナス Q1Cの電荷が溜まっているはずです。先生、この電荷は、どこから出てきたのですか？はい。いい質問です。静電気のところで勉強したことと同じなのですが、ここに、プラスの電荷が溜まると、この部分の金属において、自由電子が、こっちに引っ張られてくるわけです。すると、この部分では、マイナスの電荷の方が多くなります。それが、この、マイナス Q1Cの電荷の正体です。当然、原子核が残りますので、こっちには、プラス Q1Cの電荷が現れることになるわけです。わかりました。そうなると、この部分でも、同じことが起こります。ここに、マイナス Q1Cの電荷が現れます。そして、同時に、ここに、プラス Q1Cが現れます。そして、ここが、マイナス Q1Cになる、というわけです。これは、電源装置から引き込まれたものです。このように、3個のコンデンサーとも、Q1Cの電荷が溜まった状態になるのです。このように、直列回路においては、それぞれのコンデンサーの能力、つまり、電気容量は、異なっているのに、溜まる電荷は、どれも等しい量なのです。ここがポイントなのです。このことは、直列回路における電流の値は、どこでも一定になっていることと似ていますね。さあ、すると、この、共通の、Q1Cという値を、この式に代入することにより、各コンデンサーにかかっている電圧を表すことができます。V1 イコール2分の Q1 ボルトとなりました。これが、このコンデンサーにかかっている電圧です。もちろん、10ボルトより小さな値になっています。同様に、このコンデンサーにおいては、電圧 V2 イコール3分の Q1 ボルト。このコンデンサーでは、4分の Q1 ボルトとなります。この3つの分数のうち、分母が一番大きいのは、これです。つまり、この電圧が、最も小さな値になっているのです。つまり、電気容量が一番大きなコンデンサーにかかっている電圧が、一番小さくなっていることがわかります。このことは、このコンデンサーは、電気を貯める能力が大きいので、ある量の電荷を貯めるのに、あまり電圧をかけなくても、それを蓄えることができる、という解釈になります。そして、直列回路の特徴により、これらの電圧をすべて足すと、この、10V になるはずです。これらを代入すると、このような式ができました。ここで、これらの Q、つまり電荷は、先ほど言ったように、等しい値ですので、これでくくると、
こうなります。今、全体を一つのコンデンサーだと考え、その電気容量を C 合成としてみます。この時、この C 合成のコンデンサーにつながっている導線は、この線とこの線の2本だけです。よって、外部から見た時、溜まっている電荷量は、Q1 クーロンだけしか溜まっていないことになります。3個分の電荷量にはなっていないことに注意してください。つまり、全体を一つのコンデンサーとして、この式を使うとき、ここに Q1 を代入することになります。そして、式を変形して、このような式を作り、この式と、この式を比べます。この部分とこの部分が等しいことになります。つまり、C 合成、分の1、イコール、こうなるのです。これが公式になります。コンデンサーの直列つなぎの場合、合成の電気容量の逆数は、それぞれの電気容量の逆数の和になっているというわけです。つまり、公式では、こうなります。では、実際にこの値を計算してみます。この分数の計算は、12分の13、となりますので、それを逆数にして、結局、合成の電気容量は、13分の12ファラドとわかりました。随分小さな値になってしまったわけです。これを、この式に代入して、こうなり、結局、ここには、Q イコール、13分の120クーロン。約 9.2 クーロンの電荷が溜まることが分かりました。また、一つ一つのコンデンサーにかかる電圧は、この電荷を、これらの式に代入して、それぞれ、このような値になります。並列回路の場合に比べて、溜まる電荷の量は、随分少ない量ですね。こんなに少ないなら、コンデンサーの直列つなぎはダメなのですね。はい、確かに、たまる電気量は少ないのですが、直列つなぎの場合は、このように、それぞれのコンデンサーにかかる電圧が小さくなるので、コンデンサー内部の絶縁が破壊されにくいということになります。そのような部分を問われる問題もあります。終わり。